4月20日の福島ヒンバ S での落馬負傷、右腕の尺骨骨折により戦列を離れていた小綿初野騎手、29イコールミ、竹内イコールが6日、復帰戦となった福島 QR、大里特別のイサチルシーサイド、3番人気でいきなり逃走位を決めた。2着は弟の甲野ヤ騎手が手綱を取った1番人気クオーレスで、 兄弟ワンツーとなった小畑初騎手は復帰戦ということは特に意識していませんでしたこちらが気負っても仕方がないですしこの馬の力を出せれば勝てると思っていたのででも初戦から勝てるに越したことはないですし病み上がりでもありますから無事にレースを終えられたことも良かったですと笑み当初は復帰までに4ヶ月くらいかかる見立てだったが もともと食生活など健康面に気を使っていて、怪我をする前からトレーニングもしていたので治りが早かったようですと医師が驚くほどの回復力を見せた。日曜の福島では6 r u イットムーラン、8RU イの待ち伏せに起乗予定でさらなる活躍に期待だ。